カンピログナトイデスは、ドイツ・ビュルテンベルクのジュラギ前期キの地層ラヤストから、産出した翼竜の一族。最初の標本は、翼の断片のみだったが、より保存の良い標本が、ホルツマーデン血眼から見つかり、その標本を元にして、フェリックス・プリエニンゲルが親族を設立した。八百五十八年、フリードリヒ・アウグスト・クベンシテットは、プテロダクティルス族の新しいシュピー・ライオシカスを、 命名した。この種は数個の翼の骨を含み、メトシン近郊のウィッテバーグにある、およそ180万年前のトワルシアン、前期とされている地層から発見された、化石標本グピット9533を模式標本としていた。種商名は、ライアス島に由来する。クベンシュテッドは、翼の骨の中の中手骨が長いと考え、 そのことからこの新種は長い王を持つランフォーリンクスのような規定的グループに属するのではないと考えた。1893年に化石採集業者のベルンハルト・ハウフがホルツマーデン近くで大型翼竜の化石を発見した。プリエニングルは1894年にこの標本を元に親族カンピログナトゥスキャンプイログナサズを設立した。 この名前は、下顎が曲がっていることに由来して、ギリシア語のコンピローズ、曲がったグネイサス、顎から命名された。模式種は、キャンプイログナサズジタライであり、種相名は、カール・アルフレート・フォン・ツィッテルに懸命されたものである。模式標本は、SMNS9787。1897年、ハウフは別の標本の処理を終え、その標本は1903年に、 ピッツバーグのカーネキー自然史博物館が購入した。この標本 CM11424 は、その保存の良さのためにこの属に関する裁量の情報源となっている。1901年にプリエニンゲルは P ライオシカスを研究し、クベンシュテットは右甲骨を中手骨と見間違えていたのであり、実際の中手骨は短く、 この属が規定的翼留に属することを明らかにした。1906年にプリエニンゲルは P ライオシカスとピッツバーグ標本をカンピログナトゥスに統合したが3つの標本それぞれが属する種については何も設けなかった。しかし1907年になってプリエニンゲルはカンピログナトゥス第2の種として C ライオシカスを認め、 CM11424 もそこに属するとした。1920年代になって、ノルウェーの昆虫学者、エンブリック・ストランドは、カンピログナトゥスという名前は1890年に、昆虫の属名として、すでに使用されていたことを発見した。キャンピログナサズという名は、昆虫の型に先行使用権があるため、ストランドは1928年、この翼流に、 カンピログナトイデスという名を付け直した。20世紀を通して、新しい発見によりこの属の標本数はおよそ12個にまで増加している。キャンプイログナサイズライオシカスのピッツバーグ標本のお姿模型。同じ地層から産出した同時代のドリグナトゥスに比べると、頭骨は一般に長いままだが、鼻先は短くなっておりより、軽量な構造になっている。大きな眼下は、 頭蓋骨の低い部分、細い頬骨の髪型に位置し、このことからカンピログナトイデスは鋭い視覚を持っていた。さらには夜行性でさえあった可能性もあるとする研究者もいる。頭蓋骨の輪郭は比較的高くかつ平らで眼下前方でいきなり下方に向かう。鼻先はその最終端でほんの少し髪型に向かう、ほっそりした先端で終わっている。 鼻先の大きな部分を長く骨張った鼻孔が占めている。鼻孔の下には三角形をした窓、全眼下窓が位置している。より狭い鼻先を反映して、カンピログナトイデスの葉は細く、著しい姿勢を示すドリグナトゥスのような牙状、剣士状には全くなっていない。葉は湾曲した円錐形だが広い基部を持っており、内側から斜めに切り落とされたような先端部は鋭利で、 強力な切断面を形成している。上顎の前額骨には少し間を空けて4本の歯があり、後方に行くに従って大きさを増し、第4歯が最大となる。その後方の上額骨には10本の小型の歯が生えており、後ろに行くほど小さい。下顎には C ーライオシカスでは12から14本の歯が生え、C 字たらいでは16から19本の歯がある。よって、 歯の最大数は66本となる。カンピログナトイデスの頭蓋骨。アメリカ自然史博物館標本の一部。ケビン・パディアンの研究によれば、8個の頸椎、14個の胸同士、4から5個の仙椎、38個のおしがある。尾の根本は6個ほどの短い椎骨で、可動性が大きいが、その後方では、おしが伸長し、非常に長い延長部によって固められ。 尾に、火事としての機能を与えている。カンピログナトイデスの胸骨は、大きな長方形の骨の板であり、クリストスプイナと呼ばれる前方に向かった小さな突起がある。上腕部は、短いが太く、四角形の三角筋量を持つ。下腕部も、同様に短いが、翼長は、首相部の骨のために非常に長い。首相部の中手骨は短いが、 指伏骨は、規定的抑留としては、非常に長く、第二施設骨が最長である。翼骨は、短く太い。骨盤についてはあまりよくわかっていない。ある最終化によって1986年に、ブラウンシュバイク血眼採石場から非常によく保存された骨盤が発見された。 BSP1985i87 と番号が付けられたこの骨盤はペーター・ベルンホーファーによると肝骨薄が真横から少し上に向いているので恐竜や鳥類や哺乳類のように足を直立位置に持ってくることは不可能だったということを明らかにしているため科学上重要な標本であるこのことからカンピログなトイデスは講師のみで歩くことはあまり上手ではなく 四足歩行で歩いていたのであろうとされている。この歩行姿勢は他のくちばし口ち流和目でも同様に確認された。しかし、パディアムは2009年に直立姿勢は測定部を地面に持ってくるために必須であり、四足歩行でも可能であるとしても二足歩行は迅速な歩行のための前提条件である。と述べてその意見に反論した。この問題は現在も大いに議論中である。 足は短く足底部は小さい。足の間に翼膜を張るのに使われていたとされることの多い大後、死は規定的翼竜としては例外的に短い。他の飛翼指流類翼竜に比べてカンピログナトイデスは非常に太くて大型の前足を持っており、地上姿勢はいわばゴリラのようになっていたであろう。翼は非常に 長い翼指とともに力強いプロポーションを持っており、胴体との比では、抑留中最大である。これらの適応は、現在のハヤブサやオヒキコウモリ類に危険し得る、迅速で強力な飛行を指し示している。カンピログナとイデスには3種が命名されている。シージタライとシーライオシカスの区別は、多くの問題を抱えている。プリエニンゲルは、 他の標本に言及するには化石の保存が悪すぎるという理由のため、より小型の種の存在を認めるにとどまった。しかし1925年に、スウェーデンの研究者、カール・ワイマンは、標本、ユプム・ R157 を研究し、シージ・たらいは、比率的にも、長い翼を持つという根本的な形態学上の、サイにより2種を区別することは可能だという結論を、下した。 ところが2008年パディアンは、この問題は、翼面荷重の制限のために、大型の個体はより大きな翼を持たなければ、ならないという個体発生上の問題であると指摘した。他の相違点は考えられる限りでは、その大きさに依存するのだろう。最終的な証拠はかつてランフォーリンクスやプテロダクティルスで見つかったような一連の成長段階を示す化石が、得られることによってのみ得られる。 パディアンは暫定的に2種を分けたままとしたが、SMNS51100 とグピット24470の2標本をその大きさと形態学的維持性から C 字たらいに移動した。骨格復元プリエニンゲルは後の著書においてカンピログナトイデスをくちばしくち流ア目に分類した。このア目は規定的抑流を関連づける特別な特徴がない。 川系統分類群のため、この分類は、翼指流アモクではないという消極的な事実を主張しているに過ぎない。最初に行われたより、積極的な分類は、フランツノップ社が1928年にこの属を、ランフォリンクス科の中のランフォリンクス赤に分類したものである。翼流類の分類についてほとんど何も進展がなかった時期を経て、1967年に、 オスカークーンがカンピログナトイデスをランフォリンクスカ内の独自の赤カンピログナトイデス赤に分類した。しかし1974年にペーター・ベルンホーファーはこの属は系統樹の中でランフォリンクスカより下のもっと規定的な位置に置くべきだと結論した。21世紀の初めにこのことは最初の後半で正確な分岐分析によって確認された。2003年 デビット・アンウィンとアレクサンダー・ケルナーはそれぞれ、キャンプイログナサエデディというクレードを導入した。アンウィンの用語ではこのクレードは、ロンコグナサの中でブレバクアルタサの姉妹群をなし、ケルナーの用語では、ノービアロイディアの中で、最も規定的な部分で分岐する。この二つの立場に、本質的な差異はない。カンピログナトイですが、エウディモルフォドンと近い関係にあるとする分析によれば、頭蓋骨、 胸骨、上腕骨の形状に類似が見られるという。これは2009年にパディアンによって認められたが、パディアンはエウディモルフォドンに見られるいくつかの規定的特徴がカンピログナトイデスでは見られないということも指摘している。2010年にブライアン・アンドレスによって発刊された著書では、エウディモルフォドンをオーストリアダクトラスと一緒にして非常に規定的なクレードを形成させ、 カンピログナトイデスをキャンプイログナサイデで唯一の構成員としている。他の最近の系統分析でも、このことは指示され、カンピログナトイデスは、ジュラキ前期のディモルフォドミア・パラサイセ・ハラスと同じく、他のすべての三上記憶竜よりも派生的ではないかとされている。カンピログナトイデスは、カンピログナトイデスと、ケツアルコアトルスの最新の共通先祖を含むという、 濃度によるクレードとして定義される、ノービアロイディアの中でも、最も規定的なメンバーである。伝統的にカンピログナトイデスは、多くの抑留と同様、魚食性だとされており、このことは見つかる地層が、海清掃であることやその長い翼からも支持される。しかしパディアンは、カンピログナトイデスは、魚食性ではなく、獲物を貫くように噛むのに、理想的な丈夫で、短い歯から、 地上性の小動物の捕食者だったのではないかとの説を提示した。反対にマークウィテンは、ハヤブサやオヒキコウモリ類のような素早い空中、生活者に種分化したと考えている。どちらにせよ、魚食者として特殊化した生態的地位は、同じ地層で5倍も発見されるドリグナトゥスによって占められていただろう。化石の発見地がジュラヒ前期に位置していたのは、 テススイの浅い湾にあるマッセイフ・オブ・ポヘミアと呼ばれる大型当初の北西だった。ありがとうございます。